九百四十七年のソビエト連邦の切手のアレクサンダー・ペトロービチ・カーペンスキーの肖像アレクサンドル・カルピンスキー。ロシア、ソビエト連邦の地質学者、鉱物学者である。ロシア科学アカデミーの会長を九百十七年から九百三十六年まで務めた。トゥリンスキー・ルードニーキーで鉱山技師の家に生まれた。サンクトペテルブルクの鉱山学校。 鉱山学研究所で学んだ。1869年から1885年まで鉱山学研究所で研究と教育を行った。1886年、ロシア科学アカデミーの会員に選ばれ、1917年に会長に選ばれ、没するまでその職にあった。ウラル山脈の地質学的研究を行い、 ウラル山脈よりも西側のヨーロッパロシアの地質図を完成させた。ロシア革命の混乱から多くの科学危機器や科学的記録を守るのに功績があった。1916年、ウォラストンメダルを受賞した。ありがとうございます。